まこなこです。今回は2021年10月の14日に発売されたザ・リフトブレーカー、これやっていきたいと思います。早速キャンペーンからやっていきましょう。では行きましょうか。難易度はノーマルでいいかな。ハードコアモードはリスポーンできない。なるほどね。メインのキャラクターが倒されるともう復活できなくてゲームオーバーになるということ。ノーマルでいきましょう。さて、どんな感じのゲームになるのか。基本的にはタワーディフェンスとかリアルタイムストラテジーとか、まあ、それに結構アクション要素も強いような、そんなゲームになってます。で、このロボットを操作しながら様々なものを立てて防衛しながらとか戦いながらとかやっていく。結構移動も多いのでなかなか難しいかなというような気がします。家庭用でも発売されているので、まあ、メーカーは別のメーカーになってしまいますが、家庭用でも日本でも発売されますので、興味ある方は家庭用でもチェックしてみてください。コントローラーでも操作できるってことになるのでね、家庭用で遊べるってことは。多分だけど PC 版も設定すればコントローラーで遊べるんじゃないかと思いますけど、今回キーボードで遊んでいきます。ということで、結構木々が多いアマゾン的な場所で戦っていくような、鉱石取ってそれでそれを何か作ってみたいな感じになってきますんで。さて、これ残念ながら文字は日本語になってますけど、話す内容は英語のまま。そしたらね、これ左上の方に目線を動かさないといけないから、リアルタイムストラテジーでやってるとなかなか厳しかったりするんでね、何言ってるか分かんないみたいな。とりあえずこの場所に到着だになってる。どうなんだろうな、プロローグと同じなのかな。以前プロローグ版という形で体験版みたいなものが出ていたんだけれども、もしかしたらそれと同じ可能性がある。さて、これはどうなんだろう、もう移動していいのかどうかが分かんないから、とりあえずのんびり聞いてるけど。まずは基礎から始めましょう。チュートリアル的なものもありそうだね。さて、基地を建設するカルボニウムを集める。これカルボニウムというのはここの場所で取れるもの、スペースキーで取ることが可能。またそれ以外でも施設を建てて作ることもできるので、いつでもね、勝手に自動で取ってくれるように。で、左のコントロール押すとメニューが出て、これを選ぶ。これは基地まず作って、次はカルボニウムを掘るということになると思うので、このカルボニウム採掘機、これカルボニウムがない場合は自分で取っていかないといけない。なんか今一瞬固まったからどうしたものかと思ったけど、大丈夫か。That's basic training, Mr. Riggs. Let's focus on the less obvious things.確か電気も必要なんでね。電気、風力タービンあたり、カルボニウムが40必要。左下の方に書いてあるので、建築コストとか、必要な条件とかエネルギーとかが、風力タービンとカルボニウムという話をしている。で、このラインがついてないと電気が通らないので、まあ、そこだけは注意が必要。風力タービンはあまり効率は良くない。カルボニウム発電というものもあって、それだと電力が多く取れる。エネルギータンクに貯めるということもできるので、これがエネルギータンク。こんな感じでそばに置いておきましょう。右上に電力の様子とかも出てくるので、これ急に減ってるのは多分電力使われてるってことだと思う。電力網を接続するのを忘れるな。
あ、できれば自動化していきたいけど、今電力の問題もあるので即座にはできないようなところ。速やかに基地を作れ。敵中に備える。敵中7分後にやってくる。センチネルタワーというものを作れになっている。さて今電力の様子あるんだけれども、やっぱりマイナスなので、カルボニウム発電所も作っておきましょうか。あとはカルボニウムをもう一個掘る。これ作れないのは？押せてなかったか？いや、今大丈夫。これで右上電力溜まっていくのが見えると思うので。で、どうするか。まず防衛、何か作れという話。センチネルタワー。この一番右。これ X でショートカットも用意されてるので。2個。上の方どうなってるのかな。ちょっと、まあ、こっち側か。カルボニウムないかな。カルボニウムないときは自分でも掘らないとダメ。で、メニューこれ出しながらも掘ることできるので、まあのんびり暇ならばスペースキー置いとけば、手をね、スペースキーに置いといて、こういう風に掘っていくのもいいかもしれない。こっち側も来る可能性あるのかな。で、今電力がないみたいなマークもあるので、うん、今度 AI コアがないということになるので、 AI コアというものを作ります。 AI コア、これが、これもカルボニウムとアイロニウムというものが必要になる。カルボニウムは掘らせておいて、シフトでダッシュみたいなこともできるので、ここアイロニウム、ここまで当然鉱石とかね作りに行ってもいいけど、ちょっとこれセーブ、今5分に1回のセーブやってるんだけど、ちょっとそこで今隠すいたので、もしかしたらセーブの時間は変えた方がいいかも。グラフィックも結構綺麗な状態で撮ってるはずなので、レイトレーシングも対応で設定はちゃんとやってるはずなんで、そこら辺も綺麗に見えるとは思います。さてこの AI コアのために結構時間かかってるけど、うん、AI コアを作りましょう。あと今電力が届いてないので、これはこのエネルギーコネクタ、これカルボニウム少ない値で作れるのと、こんな感じで結構広い範囲対象になるので、あとは防衛、センチネルタワー、これくっついてなかったかな？なんかくっついてないね。Okay. These sentinel towers should keep us safe, so we can focus on expanding our base further. まあくっついてるか大丈夫か？今の隕石は関係ない。そうなってくると防衛ちゃんとやらないといけないとなるんであれば、ここ壁を作るとか。でも結構広いぞ、壁作る範囲。ここら辺まででいいか？回転、ホイールで回転可能。扉。通れるようになるんだ、あと。表面ほっといていいと思うので、で、このように夜も結構暗いので、まあ、そこら辺が魅力的でもある。こっち側まで伸ばしたいね。防衛拠点を。アーモリーの建築をしましょうになってる。今電力マイナス方向に行ってるのであまり良くないね。アーモリー、これは弾が増えるというもの。アイロニウムがない、掘っときましょうか。弾は自動で回復するので、だがそのためにはアーモリーというものが必要になる。場所、どこが良かったんだろうな。今の上の方はちょっとダメだったかもね。なんかここら辺に2箇所場所がありそうなところがあってもおかしくないと思うけど、このアイロニウムとカルボニウム両方取れる場所がね。
探索。上は敵だね。溶岩じゃない。これ敵だ。うん、ボケットしてた、ボケットしてた。これ味方のこの場所も防衛、働いてるんで。玉切れ、E で、切り替え武器。なんか、この、プラズマ砲みたいなもの。さて、あと1分ぐらいで敵がやってくる。多分、修理というものもあると思うので、この修理、リペア。リペアツール。自分で修理しないとダメなのかな、これは。となると、厄介だね。まだ、弾の回復ができてない。ここ今電力がすごい勢いでなくなってってるんで、となるとソーラーパネルか。ソーラーパネルすごい小さいね。なんでここら辺がいいんだろう。このソーラーパネルでエネルギーは20手に入る。さっきのカルボニウムの発電所はエネルギーが50入る。多分だけれども、まあソーラー系は昼しか電力取れないと思うので、その電力を蓄えておいて、この貯蔵タンクに。それで、夜また電力使うみたいな。今、こっち側取りに行きたいんでね。ここも。あ、なんかこれ、あるんだけど、これなんだろうな。これ、売るとかも多分できると思うので。セーブ中。これ変なマークあるのは気になるけど。で、間もなく敵がやってくるのかな？あと、ここにも変なマークついてるけど、このマークの意味がわからないから。なんだろうね、この辺りのマークは。あと内容把握できればいいけど。あ、こっち側カルボニウム使うかな？あ、カルボニウムが多分足りてないんだ。もう、ないもんね。毎ターンマイナス1使うような感じのこと書いてあるけど、取れてないから、段数の回復が今できない。あ、カルボニウムマックスになってる。さて、敵襲。マップでどこから来るかわかるか。うん。こちら側から来てる。当然、自らも攻撃できるんで。Are you still skeptical about the local creature's level of aggression? I'm skeptical about the procedures for prepping this planet for colonization. Humanity lost its love for the eruption. But that doesn't mean we shouldn't try to preserve this ecosystem.ではこっち側取りに行きましょう。We have to secure Galatea 37 for colonization and resource extraction as soon as possible. Excessive care about the local environment is unnecessary. That's not entirely true. この左上気づかなかったりするんでね、何言ってるか。I know what has to be done. That's not the point. Galatea has to be prepared for colonization. I don't doubt that. If I didn't come here myself, then someone else would have.I believe that we can do this in a better way. 電力が足りてないけど、貯蔵庫作られればなんとかなるかもしれない。風力も作っておきましょうか。なかなか文字を読みながらはちょっと厳しいね。だってこれローカルって表示されてる場合はここら辺のあたりの数字が表示されてるということになる。
まだまだ全然電力が足らない。多分今ちょっと暗かったから。If you'd like to construct more advanced buildings, you'll have to upgrade the headquarters building. Unfortunately, this process also emits a lot of high frequency energy waves. These creatures are clearly drawn to our energy emissions. ちょっと厳しいね、言語がダメなのは。We should strengthen our defenses before upgrading the HQ. ああ、めっちゃなんか変なとこ立てちゃった。そこ立てたかったわけじゃないんで、今出してきちゃったから、ついついシフトで。なんかできるんじゃないかと思ってやっちゃったんだけど、これ回収できるのかな。特にシフトとかがなくてもいくつも置くことはできるので、 AI コアがない。 AI コア作るにはアイロニウムがない。取りましょう。ここら辺電力問題なくなってるね。AI コアは別にそばじゃなくてもいいので、一番電力が豊富なこっち側。結構引っかかるので、そこら辺は注意しないと。AI コア置く場所が難しいけど、この辺りでいいか。ショートカットもあるので、さて HQ はアップグレードするになってるね。まあ、HQ が何なのかがわからないのでまた確認しましょう。多分 HQ これだと思うけど、違う、これはアーモリーだ。こっち側だ。 HQ これはアップグレード。あ、なるほどね。なんか、あ、でも違うか。あ、これアップグレードできるマークなのかな。ちょっとわかんないけど。アップグレードするには、カルボニウムが500とアイロニウムが500必要。で、今、カルボニウムもアイロニウムも350までしか使えないけど、どうなんだろうな。さらにアップグレードすると非常に強力な攻撃を引きつけます。つまり、ある程度準備してからってことか。また、貯蔵タンクみたいなものを作らないと、物資が貯められないと思うので、この、固体物質貯蔵庫。これをどこか作っておきたいが、引っかかりそうなんでね、この辺り作ると。あんまりいい場所がない。下と連絡できるようにはしたいね。強力な攻撃を引き寄せるということなので、ちゃんと防衛やりましょう。ここまでコンパクトにすべきかみたいな問題は出てくるけどね。あとのんびりと、今ならば自らアイロニウム取って、特にこういう鉱石が取れる場所以外はあまり防衛とか固める必要ないと思うので、場所を飛ばし飛ばしでもいいような気がする。まあでもくっつけるか、普通にここ通れちゃうんだよね。こうやってここら辺も閉じて、自分が自分が追い出された。それでこの辺りまで、今徐々に溜まっていけば赤いところが青くなって作れるようになる。となるとここら辺いらなくなるね。まあ一応最終防衛ということで残しておきましょうか。どうなんだろう、難易度がわかんないから、さらに作るべきかどうかが悩ましい。
ちょっとここまでコンパクトにやる必要はね、ないと思うけど。カルボニウムが足らない。セーブか。びっくりするな、なんか止まるから。で、一応左下に、このユニットの武器とかも表示されることあるので、で、技みたいなものも使えるので、これ数字のキーを押せばね、点キーではない方向。多分点キーは反応しないんじゃないかな。スモールマイン、爆弾、あとはリペア、回復用のアイテム。で、左のシフトキーを押すとダッシュができるんで、突進。これ上耐久、下 HP200。そこら辺も分かるようになってる。で、武器も切り替えが可能なので、E で切り替え可能。スモールマシンガン。これ、ブラスターは、弾数が無制限。Q の方は一つだけか。さて。なかなかたまんないね。あとはどんな感じに敵が来るか AI ハブ作っといて。あ、今 AI ハブじゃなかったな。AI ハブを作りたい。何が足らない？場所が足らなかった。で、ここら辺も作っていく。今 AI ハブがないのでもう作れないけど。基本的に AI ハブがないと防衛施設作れないので、AI ハブが重要になりそう。どこから来るかわからないんで、適当に置いておきましょうか。あと、電気が、これは足りてないのかな？ということは、電気を引っ張ってこないとダメ。軒並み電気大丈夫になって、結構な勢いで電気減らされてるので、良くないね。太陽光は、ここまで効果あるわけじゃないけど。もう、マイナス方向に進んでしまってるんで、明らかに良くない。なんとかプラスになるように。プラスになったら資源また貯めて、その後に、酔い込みましょうか。アップグレードやって。It looks like the weather's calming down. 風が弱まってる。天候によって、風力発電があまり電力を取れなかったりとかするんで。The wind is very slow today.なんか、ちょっと見てなかったけど、遅いってことか今のは。もうちょっと早くせえってことかもしれない。これで今、電力プラス方向に行ってるので、もうこれでいいでしょ作らなくて。で、あとカルボニウムと、もう一個の。これ結構名前が難しいんだよね。鉄とかそういう名前じゃなくて、オリジナルの名前使ってるので、カルボニウムとアイロニウム。アイアンと、カーボンとかそんな意味合いだと思うけど、元の意味はね。さて、のんびりと。これが500になるまでやらないとダメ。で、アイロニウムも500まで。今400ほど持ってる。右上の方に物資書いてあるので、そこで確認。右下、経過時間とか書いてあるね。マップクリックしてもそこに飛ぶってことはないのかな？あと AI コアも作っておきたいような気がするけど、先にアップグレードやってしまいましょうか。あとは外に出る場所も作らないと。
もう全部囲ってしまってるんで。右上まもなく500になりそう。500になった。ではアップグレードしましょう。アップグレードします。新たな目標、強烈な敵が2分後にやってくる。This will attract a lot of attention. We should reinforce our defenses as much as we can. Things are going to get very hot very soon. さて、AI ハブを作りたいが、今アイロニウムの方がない。ああ、そっかそっか、ここを通れない。またオートセーブ。オートセーブはない方がいいな。ちょっと怖いな、急にオートセーブが来ると。うん、AI ハブ。振りましょう。I am glad we are back on the same page about properly securing our base.We can't save this world if we let it kill us. Hey, Mr. Grumpy? Hmm. Why do you insist on calling me names? I hope you're not offended, are you? あと1分後、左上に時間が書いてある。Come on, Riggs. Let's not be so serious. I had to give you a better name than what they called you. Rig Jump and Exploration Megasuit Mark IV Griffin Variant. What is wrong with that name?It's inefficient. AI コアはもう暇ができたらガンガン作ってもいいと思う。維持費もまあ多少はかかるけれども、いざ何も作れずに負けるよりかはね。エネルギータンクもどこか置いておきたい。かからないような場所。あと10秒。多分ま、あ、これ右下の方から来るっていうのがマークついてるね。ということは、右下からならば。We've made all the preparations that we could. Let's go out and meet them.そしてどこかから出られるようにやっときましょう。あとこの場所連絡取りやすいように。合ってるよね。なんか別方向からも敵が来てる気配あるんだけど。リペアリペア。うん、下から来ている。あ、外に出られる場所。同意を、なんとか取り除きましょう。終わったかな？通信ハブを立てるようになってるね。通信ハブ。Okay, let's remember to build some additional power plants for it. It consumes a lot of energy. これは地球と交信することができる。設計図のダウンロードができるとか書いてあるね。研究も可能になる。もう一個リフトステーションというものがあって、銀河中の惑星同士を接続できる巨大なリフト。地球へ戻る。リフトを開ける。うん、これはちょっとやるよりかは、自分で何かやるよりかは、場所を開拓していった方がいいと思う。どこに何があるのかを確認しないと。ベース is under attack.ああ、ここあるね。カルボニウム。ここ発電所とセットでやってしまえば、これなぜ作れない？あれか、これは鉱石をここで取らないとダメってことなのかな？まあそうっぽいな。
や違うな、鉱石の上には作れないのか、そもそも。さて防衛、ここはすごい守りやすそう。うん、防衛作っといてよかったね。こんな感じでいいでしょう。そして作ったつもりだがうまく連結ができてない。 あともう一個ぐらい掘るもの作れば。これ今なぜ作れない？これでいいでしょう。もうちょっと防衛固めるか。だが AI コアがない。AI コア作りましょう。で、次何だっけか？通信ハブを建てるになってる。上の方意識が向かない可能性があるから。そしてこっちが今電力足らないような状況になってたので。カルボニウム発電所もあるから大丈夫だと思いたいけど、違うわ。エネルギー貯められてないのか。これでこの辺りの電力がどうなるか。セーブ中。夜で太陽光が無理で、カルボニウムの発電所も多分まだ動いてないんだろうね。カルボニウムが取れてないから。交渉が枯渇。よくないね。まあ新しいところ来たからいいけど、あんまり取れてるような気配がない。全くうんともすんとも言わなくなったんだけど。あ、違う。これ発電所じゃないわ。作ったの。そりゃ電気ないよね。これだ。発電所。作ったことによって場所が足らなくなっている。これでなんとかなる。なんでだろうな、多分固体物質貯蔵庫を作ってしまったので、発電所と思ってね。この発電所できれば電力絡みはプラスになっていってるはず。多分だけどこの電気通すもの、これって敵に襲われないと思うので、まあ襲われる可能性あるけど、今のところ襲われないこと前提で、こんな感じで作っておきましょう。で、次は通信ハブを作る。いい加減作らないと。カルボニウムが足らない。あ、でも交渉これ、枯渇してると言っても、まだまだあるな。4万ぐらい残ってる、数字が。400必要。まもなく。電力どうなんだろう。上の方うまくいってないのか。下がる一方だね。もしくは夜だからかもしれない。コミュニケ
communications hub construction in progress. We can download all the technology blueprints that we need through this building's quantum entanglement template matrix. なんとかプラスにしないと電力は。We can't upload anything back to Earth. There's so much data to be gathered here. I can't wait to start collecting research specimens. We will be able to share all of our research data as soon as the Rift station is operational and the Rift back to Earth has been opened. Let's focus on that first.さて、取り除いていって通信ハブあと1分ほど。これで電力絡みはプラスに向かっているので表面様子見ましょう。じゃあ次の探索また。次、危ない危ない。これ WASD で移動して、マウスカーソルでターゲット。直接指定しなくてもいいけど、このぐるぐる回るんで、ユニットの周りをね。それで対応やっていく。特にすぐそばに、結構ダッシュは比較的短時間に何度もできるんで、リキャスト2秒ぐらいかな。どこか交渉取れるところないかと思って今探してるけど、通信ハブ完成。目標達成。こっち側伸ばすと守りやすそうだね。とはいえ何も取れないんで、行く意味あるかという問題が出てくる。何もないんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って。おっと、セーブ。あ、なるほどね。領土結構広いな。もう、左下の、ところで終わってるかと思ったら、マップがさらに右上に拡大している。で、この右下の方になんかマークがあるので、マップの。ここ行きましょう。なんだろうね。これか。長押し。ベース is under attack. The communications hub is operational. ちょっと待って、なんか強いのが強いのが。We should start downloading new technologies as soon as possible. Our loadout for the ちょっと待って、ちょっと待って、なんでここら辺も攻撃受けてんの？弾がなくなった。なんか敵をおびき寄せてしまっただけのような気がする。下の方にも何かあるような感じだけど。これでリペア。リペア。一気にできるんで。だが、あれだな、マップのこの青いマークがついてるところ、多分そこが鉱石取れる場所じゃないかな。通信ハブを選択して研究メニューを開く。やりましょう。通信ハブ。これ、ここクリックしないとダメなのかな？いや、違うぞ。通信ハブを選択して、真ん中だ。ここ、研究。おはは！何か来たね。これどうなんだろう？この間、時間止まってんのかな？今、40秒ぐらい。154647。さて、戻ると時間止まってくれてるね。右下の。これで、エネルギー絡みで、エネルギー生産絡みの施設が作れる。もう一個先行くと、
ミッションに収集したバイオマスをエネルギー生産に利用できる。バイオマス絡みが作れる。防衛は、レーダーステーションか、レーザーじゃないな。補助的な役割。リペアタワー。修理ドローン。わあ、これ楽しそうだね。弾薬庫。タワーへの弾薬供給の停滞を防ぐ。センチネルタワー。これ防衛用か。防衛行きたいような気がする。HQ レベル3。より優れたテクノロジーへのアクセスをアンロックする。コバルト知識。コバルトの収集が可能になる。それが何に使うかちょっと細かくわかんないけど。移動スキャナー。移動スキャナーの設計図が含まれる。惑星全体をスキャンすることができる。エリアを探索することができる。なるほどね。当然、ここはまず防衛を上げたいので、センチネルタワー研究に追加。あ、だからこれ、後々、なんかいろいろと追加で研究待ちというものをできるので、まあ、他のことしながらやるんであれば、もうガンガン追加しても。この段階で、まあコストはなんかかかるらしいんだけど、このコストが何なのかがわからない。あ、これ、基地と施設だけじゃなく、武器と装備、そして、異星生物調査とか、なんかあるけど、異星生物調査はできない。武器の強化はできる。何か様々な能力を入れ替えることができるとか。レーダーパルス。ドッジロール。素早い転がり技。グレネード。まあ、ちょっと魅力的ではあるんだけれども。魅力的ではあるが、どれを選んだらいいか分かんないので。で、上の方に様々なメニューがあって、これ会話の内容、何かしらのデータベース。他には起動スキャナー。ああ、惑星全体を見られるとか、そんな感じか。これどういう感じなのかな？マップクリア型かと思ったけど、そうじゃない可能性もあるよね。全部をなんか見ていくかのような。で、これ武器、クラフトってことは作るってこと？遠距離武器。ショットガン。スモールマシンガン。ブラスター。アイテムもクラフトって書いてあるけど、持ってるのか持ってないのかもちょっとわからないんだよね、今ね。多分装備できるとか、そんな感じだと思う。今、ソード装備してて、まあ、ブラスターとかも装備済みか。何かやるようなことではない。あと最後これ。ちょっとオプションで、設定で、自動セーブの間隔を、まあ、10分ぐらいでいいか？他、設定このようにやっていて、あとはグラフィックで、レイトレース。このあたり設定をにしてるので、どうなんだろうな。下の方をやった方がいいのか。優れたビジュアル生み出すってなってる。あ、これ、オンにやっていきましょう。どこまで変わるかわからないけど。ということで、研究今やった。メニュー開いてね、目標達成。ここら辺もショートカットあると思うので。We should construct more storage buildings. I can hear distant thunder. The wind is also picking up. A storm is coming. 貯蔵庫作っておきましょう。マップ見るとこの辺り、ここら辺。The storm is getting really intense. I hope it doesn't overload our power grid. カルボニウム取って発電作って。発電はなぜダメだ？いや、こっち側か。あれ？あ、そっか、発電所は電気の方を見ないとダメなのか。なるほどね。
Ashley, now that the basic base setup is complete, we should start working on our primary objective. リフトステーションを建設する。建設にはかなり時間がかかるだろう。It is going to take a long time to build, so we should start working on it as soon as possible. That's true.It's a massive building with multiple components and pipeline connections for plasma fuel and coolant. It's going to be the central structure in our base, with multiple support buildings, so we should plan a lot of free space around it. Let's start by placing the foundation. 新たな目標、増設に備え周辺を開けたままリフトステーションしてる。なるほど。The storm is over. こんな感じでいいでしょ。あれ、なんか自分が入ったままだった。出ましょう。この辺繋がってないか？繋がってるようにくっつけたつもりだったけど。こんな感じでくっつけて、エネルギータンクも。じゃあこの中間あたりで作りましょうか。リフトステーションはカルボニウム、アイロニウムがそれぞれ1000必要。貯蔵タンクも。じゃあこれ外あたり置いといて、結構縦長になってるからいいとは思わないけどね。そして AI コアを念のため。研究とかどうなんだろうな。もう勝手に終わってんのかな。これでのんびりとカルボニウムを取っておきましょう。攻撃してる音が聞こえるけど違うか。建築の音か。これ取ってるけどカルボニウムの数出ないね。どれぐらい取れるんだろうこの場所。今夜だからか電力が大幅に下がってる。まあ、となると、やっぱり風力か。風は夜も昼も吹いてると思うんで、風が弱まる可能性はあるけどね。今、518必要で262生産している。これが増えるかどうか、ここら辺作って。うん、280なんぼ、290なんぼ。足りてはないけどね。朝まで耐えられればいいんで。うん、アイロニウムももう一個作ってもいいかもしれない。電力大幅に下がってるね。このままだと良くないけど、風力になるか。やっぱりまもなくゼロになってしまう。風力3つ作って、うん、まあまあまあ、確実に赤になった。これは良くない。あといって、あんまり埋めるわけにはいかないんだよね。引っかかるからね。
か作れそうな場所見当たらない。カルボニウムの場所を取るのやめて電力に変えるって手もあるけど、これで様子見ましょう。まだまだカルボニウムが1000まで足りてない。ようやく1000まで上がった。いざとなったら防衛できなくなるってのも良くないからね。風力さらに。さて、そろそろ行きたいね。今カルボニウム使ってしまったんで、もうちょっとまた。ん、ここカルボニウムの鉱石あと4000しか取れないぞ。ようやくここら辺。これでこの惑星における我々のミッションの事象へと突入。You sometimes sound a bit like Colonel Nordstrom. Do you know that? I received additional instructions on how to motivate you and keep your spirit high during this mission. They were indeed written by Colonel Nordstrom and revised by Admiral von Blofeld. Would you like me to read what I was instructed to tell you for this occasion? いろいろ書いてある。Oh, please do, Mr. Riggs. This is exactly what I wanted to hear after traveling halfway through the galaxy. Captain Novak, you were selected for the Rift Jump to Galatea 37 as an exceptional individual. You are amongst the elite of the elite of Earth's expeditionary forces. During your services, ここで守ればよかったか。Science Corps, you have time and again shown courage, bravery,and an unflinching willingness to sacrifice yourself to complete your objectives. You are destined. Okay, that's a nice speech. It sounds very uplifting. What do you mean? The sacrifice part. Do you mean the Orion mission? You are working with. Yes, that and a few other things.Do you want me to read further motivational pieces? That's enough of Colonel Nordstrom. Let's skip the military pathos and stick to your original programming. We've got a planet to explore. Roger that, Ashley. I am archiving all of the motivational. これで中の方の防衛のものはいらなくなるので、外して、多少でも電力絡み、余裕持たせましょう。あとは AI コアか。AI コア絡みも余裕も出せる。これ電力届いてないはず。さらに下の方に取れそうな場所あるな。宝石が。ここら辺になんかありそうなんでね。さて、オートセーブ。まあ、もしかしたらオートセーブはない方がいいのかもしれない。結構、ビクッとするんでね。敵襲。右側からやってくる。マップ上に書いてあるんで。多分一括で壊すみたいなこともできると思うので。こんな感じで。リペアマークからやると一括で壊せる。The construction of the Rift Station Foundation has been completed. We need to construct all of the Rift Station components before we can start powering up the portal. The Rift Station has three main components that require a lot of rare resources to be built.The fusion field accelerator requires enriched uranium.
The hyperparticle condenser requires palladium, and the quantum gate stabilizer, which requires titanium. We haven't found any traces of these elements near our base. These resources might not be present anywhere near our location. We should construct an orbital scanner to start scouting for interesting locations around the entire planet.It will allow us to establish precise coordinates for long-range rift jumps around the planet. We don't have the orbital scanner. We have to download the orbital scanning technology through the communications hub. そういえば、研究絡みはどうなった？センチネルタワーレベル2が間もなく。完了しそう。あと15秒。どうなんだろう。今立ってるものが自動的にレベルアップするのかは気になるね。敵のやってくる時間とほぼほぼ同じような感じで。研究来たら何か案内出るでしょ。どっか出られる場所。New buildings are available for construction.特に即座に何かができたというわけではなさそう。どうなんだろうな、レベル2になってんのかな、これ。センチネルタワーのことでよかったんでね。守るとしたらこれしかないので。これガンガン作るぐらいしか、いや手がない。あとは自ら突っ込むか。ああ、なるほど、ここは、どうだろう、ここは敵も遅くなるんであればいいけど。ちょっと待って、ちょっと待って、それおかしい、それおかしい。それおかしいぞ。That's a good idea. The enemy attacks are getting constantly stronger. We need better guns.防御の値がなくなってる。あ、違う違う、それじゃない。違うものを立ててる。あ、なるほどね。壁の下にもエネルギーつなげるものを置くことができる。で、It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. 雨が来そう。で、次は移動スキャナーだよね。あ、移動スキャナーのテクノロジーをダウンロードする。移動スキャナーのテクノロジー、これ、あ、ここを開かないと研究完了にならなかったのか。で、移動スキャナーの、ま、これ真ん中一つ削除やっていきましょう。今の補助施設はもう作り終わらせて、その後13分も待つ。結構長丁場になる。あとアーモリーを選択。アーモリーはこっち側、これ真ん中クリック。何か作れるんでしょ。もうここら辺持ってるんでね。ここマークがついてるってことは武器もソード持っている。ここら辺はまだ何も作れない。アーマープレート。HP 上がる。耐性上がる 1%。耐性物理 4%。これいいんじゃないの？これ長押ししないとダメ。これで HP 上がったとか能力が。インベントリーってなんだ？まあ、この画面に映るのか。多分今の効果がどこかに書いてあるか、そもそも、もう、単純にプラスアルファされて書いてはないかもしれない。いずれにしろ今アップグレードができたとなります。私の装備を作ったな、私の武装変更を忘れないでくれ。では今回に関してはこの辺りで終えたいと思います。今後どうなるか分かりませんけれども、もし続き興味ありましたらぜひチャンネル登録して今後の動画お待ちいただけたら幸いです。